までの進化を通じて獲得してきた時間を測るシステムと我々は呼びますが、そういったものがあります。それを我々は体内時計、もしくは生物時計、より専門的には外実時計と呼んだりします。そういったものがどういうものからなっているからというと、実は一つ一つの細胞の中に時計があって、で細胞の大きさがまあこれぐらいのサイズ、1ミクロンとかのサイズですが、その中にあるタンパク質とか遺伝子といったこういう分子が集まって細胞一つ一つに時間を持たせています。でその細胞と細胞がまだ時間を調節して個体を作っている。例えばこれがシアノバクテリアの系ですが、この中にある3種類の解 A、解 B、解 C と呼ばれる、これそれぞれタンパク質の名前です。この3種類の分子だけ取り出してきて試験管の中で混ぜます。そしてここに ATP と呼ばれる生物のエネルギー通貨を加えると、この中で24時間のリズムを作り出すことができます。でこれは ATP がある限り何ヶ月でも続きます。なのでこれは細胞の中で動いている時計のある一部を取り出して、その中で時計として実際に機能することが分かってますので、これもまさしくこれそのものであるということです。我々はそこでこの3種類ある分子、まあ、例えばここですと解 C と呼ばれる一番大きな分子にフォーカスが当たっていますが、この解 C と呼ばれる分子の大きさ、形、形状がこの24時間のリズムの中で変わります。その構造とか形を例えば光、いろんなまあ物理化学的な手法を用いて観察しますし、さらにこの分子の中には実は分子というのは原子の規則的な、もしくはある特定のパターンに沿った並び方により作り出される集合体ですので、この分子の形状が変化するということは、すなわちその中の原子一つ一つの特性、もしくはひいてはその原子の中に含まれる電子の分布、原子の、まあ、電荷の帯び方、こういったものが非常にミクロではありますが、こういったものが変わることによって24時間の波を作り出しているわけですので、分子科学として我々はここからさらに少しだけ小さいミクロのレベルの階層を研究しています。でここで閉じるわけではなくって、ここで得られた知見を応用したり、もしくは発展させて、じゃあこのスケールでどういうふうにタンパク質をデザインすれば周期を長くできるか短くできるか、もしくは、まあ、シアノバクテリアに時差ボケは基本的にはないはずですけれども、まあ、同じようにシアノバクテリアが感じるかもしれない時刻のずれをどういうふうに補正するか、そういったことを原子の世界から、まあ、バクテリアのミクロの世界までつなげるというのが私の研究です。一つは温度故障という概念があります。24時間の周期というのは温度にあまり影響されないようにデザインされています。というのは、例えば私たち の, その時計のスピードが春とか冬とか夏で影響を受けては困りますね。でこの中のいずれもおそらく化学反応ですね。で化学反応というのは温度に非常に依存するのは皆さんよく承知の上で、まあ、カップラーメンにお湯を入れて早くできる、ぬるいお湯だと遅いというのはまさしくそのことですね。ですがこの時計というのは化学反応の集合体であるにもかかわらず、温度が変わっても反応、ヒントはこのリズムが温度に影響を受けない、なんか自分の中で調整してるんです。これがいわゆる温度保証という原理です。何か保証してるんですね。早く進みないすぎない。遅くなりすぎたら早く進めと。で、その仕組みは我々まだ理解していないので、そこをまず理解したい。もう一点は、周期と温度保証が分かれば、やはり次はこういうシステムが哺乳類とか我々の体とか高等生物でどうなのかっていうのがやはり一番の興味です。そういう意味では、こういった解 ABC に、まあ、似たような同じものがないことは分かっているんですけれども、まだ知られていない分子で、これと同じ似たような機能を持つ分子がきっとあるという確信のもと、それを探し出したいというのが次の大事なポイント。